ミなんで、トランにーなくなっても、あの、あの選手とか運べんね、あの、なんだっけあの、なんだっけラインダースみたいな選手。ラインダースで合ってる可能性あるな、これ。ラインダース、あの、ラインダースでラインカンっていうのはあるけど、ラインカンで受けるの上手いんだけど、ラインカンにそもそも入っていけるような立ち位置をディフェンスラインが取ってくんないから、縦パスさせないんだよ、ね。よてかもう、どっちも低い位置でサイドバック、ハマったまんまビルドアップするから、何か魔法が起きないとみたいな。前線の選手がクオリティ見せないとみたいな感じで、で、入荷する方はジョエリンといないから、より一層手詰まりみたいな感じでした、ね。 ラインで、まあ読み方の違いだなと、ニューカッスルがね、その、前の人は捕まえないけど、5枚で中盤作ってて、それがちょっとずれたときに、間にね、パス入れれるんだけど、ミナがそのまんま、あの、えっ、ー、と、テオ・エルなんですが左の低い位置に張っちゃって、左のウィングのラファエル・ではライン間入ってから、もう、左のセンターバックの、あれだトモリだっけ確かトモリだったと思うんで、無理してつけなきゃいけない,いな配置整えたらすごい楽で、ニューカッスルなんか特に、大バックめちゃくちゃ動くけど、 5人の中盤、間通させないようにしてるだけだから、ファジー使われるともう一気にライン間にボール入るみたいな感じだったけど、も、ま、ったいなかったですね。